ゲットスポーツで昭和の天才と平成の天才を VTR で解説する栗山英樹。さあちゃん、今日はですね、昭和の天才とそれから平成の天才、これ VTR ですね、ちょっと見てみたいと思うんですけども、ご存知、落合選手とそれから一郎選手ですね。ちょっとまずこの VTR を見てください。 VTR スタート。ストップ。さあなんちゃん、実はですね、この両天才実はですね、ある共通点があるんですね。この共通点をちょっとこれ紐解いてみたいと思います。はい、 VTR 戻します。はい、はい、まず落合選手ですけども、はい、落合選手 VTR スタート。ストップ。さあなんちゃん、そうですけども、ポイントはですね、肩と手首なんですね。もう一回言います。はい、VTR 戻します。はい。はい、VTR スタート。はい、ストップ。さあ、なんちゃん。そうですね。外国に逃げていくこのスライダーですね。落合先生、完璧に体が崩れてます。崩れてますけども、この左肩がですね、これ、しっかり残ってる。そして、手首。右の手首がですね、これ、ずーっと返されて、ずーっとこれ、さばいていく。こうですね、落合先生、素晴らしい技術が僕が一発当たるんじゃないかな、というふうに僕は思います。さあ、一方、一郎先生です。一郎選手、VTR スタート。ストップ。さなちゃん、思いますけども、これ、右と左の違いはありますが、これ、落合選手と全く一緒なんですね。外に逃げていくスライダー、一郎選手、右肩がで、しっかり右肩が残ってる。胸も開かない。そして、手首、左の手首を返さないで、ガーッと下げの、ガーッと、持っていく。ここはですね、ですから、天才のですね、この二人の外角のさばき方は、これ、最後の最後まで、この、胸を開かないということが、これ、共通のポイントなんですね。もう一回、一郎選手見てみたいと思います。VTR 戻します。あ、ボタン間違えた。